こんにちは皆さん。今日はですね、僕はちょっと嬉しいことがあったので紹介していきたいと思います。今日もらったものはこちら、じゃじゃん、スターバックスのコーヒーです。で、スターバックスのコーヒーが今日学校で無料で配られてて、それで思わずゲットしてきました。まあ普通の中はコーヒーなんですけど、いただきたいと思います。ふう、美味しい。そしてあれですね、スターバックスの匂いで部屋の中もすごいいい感じの匂いになって、毎日家でスターバックスを飲んでいたら家の匂いが良くなるんじゃないかと思ってきました。ただ今日はスターバックスともう一つ紹介したいのがあって、こちらです。じゃじゃん、ネスプレッソ。ネスプレッソのなんて読むんだろう、これバーチャルライン、バーチャルラインっていうこの機械ですね。まあここに水を入れて、ここにカプセルみたいなこういう、丸い形のやつを入れてセットして、もうボタンを押すだけでこの美味しいコーヒーが飲めるという、昨日ですね、チェリークリークモールというところに行って、そのチェリークリークモールの動画も下に貼っておきます。以前行ったことがあって、ですごいかっこいいんですよこれ。赤、白、シルバーか、赤、シルバー、黒か。で、これ家にあったらちょっとモテるんじゃないかなって。いや、それはないですね。まあそれと、あともう一つ、このカプセルのデザインですよね。すごい綺麗、見えますかね、このなんかカブトムシみたいな、いろいろパッケージあるんですけど。で、そのネスカフェで働、ネスカフェじゃない、ネスプレッソで働いてる店員さんがみんなおしゃれだったんですよ。で、僕よく考えたら、ネスプレッソで、ネスプレッソのサンフランシスコ店、店舗に行ったことが1回だけあって、僕その時ネスカフェと被ってて、あ、ネスカフェがサンフランシスコにあるんだって思って行ったんですけど、ネスプレッソでしたね。すごい可愛いデザインで。もうこのパンフレットからしてちょっとすごいですよね。もうお金かかってるパンフレットで、手触りもすっごい良くて、なんかもう高級の紙を使ってて、ただですね、これめちゃくちゃ高くて、この機械だけで299ドル約3万円弱をするんで、ちょっと手届かないかなって思って、今安いのも調べてるんですけど、安いのだと5、6千円で、前僕がフォローして、チャンネル登録しているウズさんという方が紹介していた、ドルチェグストというのが確か1万円ぐらい、1万円切るぐらいであったので、ドルチェグスト、それは確か違うメーカーか、ネスカフェかな、それこそから出していたんですけど、それの方も検討してみようかなと思います。いやー、ただこれはちょっとかっこいいなと本当に思います。だってこれですよ、友達の家にあってこれがあったらちょっとテンション上がりません？いや、本当にもう毎日コーヒーはもう1日3杯4杯を飲んでいるので、その作る手間を考えると本当にこれは便利だなと思います。で、このカプセルは1個 0.99 ドル、1つ1ドルぐらいなんで、まあ、これはそんなに高くないのかなと思います。いや、いいですね。ちょっとこういうのも検討してみたいと思います。もし皆さんの中で持ってる人がいて、これいいよっていうのがあったらぜひ紹介してください。それでは。